スイーツが売られているみたいね。パンプキンパイにパンプキンドーナツにパンプキンケーキ、まだまだあるみたい。すごい数だね。へえ、かぼちゃだけでこんなにスイーツ作れるんだ。私も今度作ってみようかな。仕方ないな、プースケに協力するよ。試食ならいつでも任せとけ。私も私も、つーちゃんが呼んでくれればすぐに飛んでいくよ。もうそんなこと言って食べたいだけでしょ。でもありがとう。お言葉に甘えてお願いしようかな。どんなかぼちゃのスイーツを作ろうと思っているの？とりあえずこの会場にあるものは全部作ってみたいかも。あとはみんなリクエストある？あそこのジャックオーランタンぐらい大きなやつ。え、あそこのって私たちとほとんど大きさ変わらないよ。だからインパクトあるんじゃん。シロは分かってないな。現実的に考えて無理だと思うわ。それならこういうのはどう？スイーツにいろんなハロウィンの絵が描いてあるとか。わあ、いいね。お化けと黒猫が追いかけっこしてる絵とか、魔法使いが空を飛んでる絵とか、かわいいかも。絵を描く技術が求められそうなスイーツね。大丈夫大丈夫、プースケなら余裕っしょ。早速帰りに材料を買って作っちゃう。せっかくだし私たちも手伝おうか。ナナミ、ナイスアイディア。プースケ、これで100人力だぞ。私は足手まといになっちゃうかもしれないけど、お皿洗いとかならできるから任せて。